あれ来てる？来てちゃんと母ちゃん来てる？え、大丈夫？あー、ミスったかもしんねえ。あ、ああ、廃棄予定の船らしい。もうずっと放置されてるけどな。直して使うとか？お二人とも、こちらです。はい、おー、いいね。若い男女が、時の来ない小屋で何も起きないはずがなく。おお、おー、すげえ、あー、ここは、あ、ごめん、いきなり大きい声出して。あ、なんかコンセプトアートにみんな集まってるとこがあった。ここってことか、拠点、隠れ家的な感じなのかな。じゃあ、そう言ってあるし。よくぞ聞いてくれた。はい。我ら、自由カルナック少年団の隠れ家へようこそ。図工、少年団ってついてんだ。うわぁ、少年団なんてまだそんなこと言ってるの？うわぁ、ほんとグレンは変わらないよな。君もいる、あ、入ってんの？アホでガキなところとか。アホガキグレン、わ、昔言ったの、そうやって。んだと？やんのか、こら。え、待って、ということは、ここにいる人たちみんな、幼馴染ってことなんか？はいはい、やめー。せっかく二人が来てくれたんだから。はい。あんたは、よく見たら、他の奴らも見覚えあるな。はい。どういう、みんな知り合いだったのか、にしようかな。はい。あ、やっぱりね。私たちはこの町で生まれ育った幼馴染なんです。え、っていうか、あれだね、今回のイースって選択肢多いね。小さい頃からよくここに集まって遊んでたんですよ。あ、じゃあもう完全に隠れ家なんだ。私はちょっと年上で、ここに来るのも久しぶりだけどね。で、右の子が一番年下？あ、ウィンク。え、なんで、意味深だ。今も時々こうして集まったりするわけなんだが。うん。あんなこともあったし、今日は君たちの話題ばかりなんだ。うん。せっかくだから呼ぼうとアホグレンが飛び出しちまってさ。いつまで呼んでんだそれ。二人とも疲れているはずだし、迷惑だったでしょう。いや、どうかな。アホアホ言うな。本当にアホになったらどうすんだよ。大丈夫だよ。お前のアホは生まれつきだから。フォローになってね。すみません、二人とも。でも、私はお二人にいろいろとお話を聞いてみたいです。はい。年は私たちと変わらないのに、どこか不思議な雰囲気というか。はい、それは僕も賛成。興味津々か。助けてもらった時に使ってた力のこととか聞かせてよ。うん。この子たちなりに君たちを歓迎したいのは本当だと思うわよ。あとは君たちがどう答えるかだけど、その気がないならここまで来ないか。はい。カージはどうする？私自身は話さない方がいいんじゃねえか。適当にごまかしてくれんなら別に構わねえよ。いや、みんな知ってんちゃう？それじゃ、二人ともこっちに来て座った座った。わか気づいてないのか。へえ、いいね。冒険の旅。何、興味津々？なんだよそれ、かっけえな。うん、それでルークスさんたちと玉座の話で盛り上がって。剣も自己流だって言うし、どういう人生歩むとそうなるんだよ。ああ、そうか、今思えばアードルの流派って全然考えたことなかったな。言われてみれば、アドルとカージャは17歳か。あ、やはり17か。レイフが同じ年だったね。セルセタの時で18になってんだっけか。あ、私とクルス君は16歳だから一つ年下です。あ、思ったより年あれだったな。あったな、もっと15とかそこら辺かと思ってたな。クルス、そういやグレンは18になって念願の自警団に入ったんでしょ。うわ、みんな20代以下かよ。未成年か。それが問題ばかり起こすから未だに見習いって話だよ。どんな問題でしょう。やっぱりグレンらしくていいね。うっせえな。で、ミラネーは何歳だっけ。あら、女性に年齢聞いていいのかな。あ
いや、そういうキャラだと思ったわ。グレン、今後も診療所に世話になるならやめときましょう。むしろ治すじゃなくて怪我される側になるよ。させる側になっちまうぞ、この女の子。治す側ではなく病院が。そういえばレイフ、出稼ぎの方はどうなの？郊外の鉱山に住み込みで働いてるんだよね。そうなんだ。うん、仕事はだいぶ慣れたね。うん、身入りもまあまあだし、お袋の足しになればと思ってさ。あー、そういう系か、君は。レイフ君、いい子じゃない。クルスこそ親父さんの手伝いがますます忙しそうだけど、船大工の夢は諦めちまったかな。まあね。みんなあれかな、なんかご両親のためになんかやってる感じある？今のところお父さんを病院、うん、看護師さんのやつはほらお父さんが病院のやつやってるって立ってるしとかね。えほら、ロザリンドも宿のお父さん手伝ってるし、でこの子もそうだし。仕方ないや、結構共通幼い頃の憧れに過ぎなかったってことさ。グレン、自警団はどうなの？団長はしっかりとした人みたいだけど。グレンのお父さんとかお母さんとかの話はどうだ？仕事はやりがいあるが、団長は意外とお呼び越しなんだよな。そして給金が安いのは今や有名だろう。やはり安いのか。それは自分の親父さんに文句を言うしかないでしょう。バルタ水軍に防衛費を払うため自警団は縮小、予算は削減。あれ、グレンのお父さんが団長だったっけか。あ、じゃあみんなもう近場にもう完全に、あれか、みんなお父さんの仕事手伝ってる感じになるんだ。家業。母ちゃんも一応ね、ほら、あの人のことがあるから、そういうのとこにいるしね。大なた振るって決めたのは、町長だもんね。うん。アトル君のお父さんは、今はあの、どっか行っちゃってる感じだよね、きっと。セルサタの話聞くに。おい、グレンだったか。お前の父親ってのは。あ、今から言及される感じ？ああ、言ってなかったか。あ、言ってなかったか。だから知らなかったんだ。さっき診療所にいたクレマン町長が。え？残念なことにうちの親父だ。そっち？マジかよ。団長かと思った。マジか。うわぁ。自立のために入った自警団でも、父親に苦労させられるとはな。うわ、そっちか。それは、苦労とは言わないでしょ。確かに。あと、終わり。まあ、そうかもな。ちょっと、三人とも酒場のお客さんみたいな会話してるよ。うん。げ、おっさん、マジかよ。おっさんトークから。確かにおじさんっぽい。だねだねだね。はい。そういや、アドルはどこから来たの？エステリアから。出身だとまた違うけどね。ずっと北から歩いてきたんだ。これはいつの頃言ってんの？一箇所しかないし。北から？おいおい、実はノーマンってことはないよな。歩いてきたなら違うでしょう。ロギさんやフレア先生は旅先で知り合った方たちなのよね。あ、やっぱエステリアより前の話か。まあ今現在だってワンとツー、ワンツーが最初の旅ってことになってるから、その前に何か冒険したことがあるんだったらまああれだけど、まあ多分そういう話は出ない、今後も出てこないと思うけど、となるとセルセタで出たアドルのね出身地から、まあ、飛び出してきたっていうことになるよね。飛び出してエステリアに直で着いたっていう、その多島海に、本なんか目指してるって最初言ってたってドギのあの話が気になるところだけども。あ、ごめん。ちょっとここで一つ、あれ、話していいかな。ちょっとこれ言おうと思ってたんだけど忘れてたわ。イーステンが発表された時のティザーサイトとかに、そのほら、あの、今回もそうだったけど、まあなんか、年老いたアドル君がなんか読んでる、まあほら書き上げたっていうさ、その、アドル・クリスティン・チョっていうさ、今回北人の失楽園だったかなみたいな感じのがあるじゃん。で、ティザーにも同じ文章が書いてあってさ、で、それを最初初見でね、見た時にちょっと思った、なんつうんだろう、まあ考察があって、で、それはまあ、絶対違うと思うんだけど、もう外れちゃったんだけど、
すみません、ちょっと言わせていただきたいんだけどさ、生まれた時は自由だけど、ほら年を重ねると、だからいろんなしがらみだっけが生まれて、なんか動きにくくなってみたいなさ、でいつしか自由を欲するだけ、ほらみたいなこと書いたって言ってたじゃん。であれを見た瞬間に、今回が北の話っていうこともあって、であれっつって、ワンチャンこれアドルが年を取って、ほら。北の方に行って失踪した話と関係してんじゃないのつって。で、ひょっとして、アドル君、老人から若返りましたって思ってさ。で、若返って今回の話なのかってちょっとさ、その時予想してさ。ほら、アドルは冒険家として、もうその60歳とか、その頃の時でも大も超有名人になってんじゃん。だから年を重ねる時、重ねると、いろんなしがらみがまあ生まれて、まあ、ね、ほら。どこ行ってもさ、顔がもう効いちゃうから、動きにくくなっちゃって、で、いつしか自由を欲するっていうのは、なんかまた昔みたいに冒険気軽にしたいなーとか思ってる時に、何らかの要因で若返ってしまったって。で、これでやったまた冒険できるぞって今回の旅が始まるのかなっていう予想を俺したわけよ。でも、ドギもちゃんといるし、で、フレア先生とかもいるから、まあ、それは線は関係ないで、絶対違うねってなったの。はい、それだけです。ごめんね、なかなかと話しちゃって。そういう考察を、俺はティザーサイトをね、最初見た時に思ってました。はい、では続き見ましょうか。じゃあカージャはどこから来たんだ。はい、あ、私はそのノーマンだ。え、あ、それ言っちゃまずいのでは。ええ あら、あ、いやでも今の実績があるから。ノーマンと言っても、はい、今はいろいろな人がいると思うわよ。いや、この中で一番なんかノーマンに対してなんか拒否反応持ってんのはロダリンドちゃんっぽいんだよね。あのほらお父さんたちの反応見る限り。そうだよ、友好的なエイナルさんもいるし。あ、あの金髪の人かな。カージャだって今日は僕たちを。あ、ダメ、静かに。あ、あいつかな。 あのなんか探ってたやつ。どうしたんだよ急に。叫び声が聞こえる。それに、何、襲撃された。嘘、早くね、そういうの。何、グレン、グレン。あ、バレてんの。あ、隠れ家かと思ってたけどバレてんだ。そこにいるのか。どうした。その声は親父か。扉を開けずにそのまま聞け。いいか、お前たちは絶対にここから出るんじゃないぞ。うわ、マジかよ。親父、一体何を。襲われたか、これグリーが確か。うわっ、あかね。うわ、子供たちは守るとか。いや、待って、これ、ことが終わったら村人たち全滅とか、そんなことないよね。おい、親父。やめてくれよ、マジで。いや、イースはすぐ、何の音？何が起きてるの？え、爆発音？何？悲鳴と、これは。あ、砲撃の音だね。え、海から撃たれてるってことか。じゃあなんで、誰に。うわー、マジかよー。もうイースはすぐ静かになった。人死んじゃうんだけど、どうなんの。え、これで音、待って、みんなのお父さんたち死んでたら俺やばいよ。くそ、泣くよ俺マジで。おい、返事しやがれ。こうしていても仕方ねえ。いやいや、ありえるありえる。何が起きたのか確認するぞ。いや、マジ？うわ、待って、まずマラソンしよう。嘘嘘よね、こんなことって。いや、子供たちはここにいたから無事だったとか、そんなことになったりしないよね。あ、待って、あなたかっこいい。いや、嘘だろ。お父さんみんな、待ってよ。いや、でもフレア先生はこのところで死んだりしないから。え、セリサテリス、フレア先生いなかったのはそういう理由とかじゃないよね。もう一回攻めしよう。いや、新しいの作るか。はい。はい、おい、こら、バコヤジ。はい。くそ、お前も手伝ってくれ。はい。待って。あ、セリフないね。オッケーオッケー。この時でも、あの、会話マラソンしちゃう。はい。行こう。グレンと力を合わせて扉をこじ開けた。頼むわ。
わ燃えてそう。うわマジかよ早すぎるってこの手。え、まだ一章じゃないのこれ。序章じゃないのこれは。おいおいおい、くそ、どうすんどうすんどうすんのこれ、どうすんのどうすんの。ちょっとグレン、あのバカ。あー、いや隠れていてくれって言いたい。わかった、あのバカを連れ戻してやってくれ。世話の焼けるやつだな。アダル、相手はわからねえが襲撃の可能性が高い。司令所の様子も見ていくぞ。うわ今いたぞあいつ。救助、え、戦闘不能になって中身しか出て流しで半歩叩いて、よー、なるほどね。あ、アイテムとかじゃねえんだ。スキル熟練度、え、あ、やっぱりあるじゃないですか、スキル熟練度。まあ、恒例だもんね、これね。え、待って。いや、待って。やめてくれ。これ何回使えばわかるの、熟練度って。あ、あった、35%。オッケー、ちゃんとこれね、埋めてこう。多分トロフィー、あ、こっちもあるんだ。トロフィー状況も多分あるでしょ、これって。オッケー、やってこう。うわぁ、ちょっと待って、戻れる?あ、戻れねえわ。うわぁ、マジか。でもこれってさ、グリガーたちじゃない、砲撃があったってことは人的被害じゃないのこれ。グリガーども、こんな時は、邪魔だ、どけ!いやぁ、マジか、いて。はい、あれこれってさ、え、これってずっとタッグでやってる方が強い、ずっとこうやってやってるんじゃないの、これ。お、強い、なんかゲージの消費するわけじゃないもん。あ、強い、楽しい、なにこれ、超楽しい。行こう、これも使おう。よっ、あ、強いクリムゾンライン、あ、違う、マナストリングよし、うわ街中まで思いっきり入ってんじゃねえかよ。くそ、マジか。こんなところまで火の手が回ってやがる。うわこれは、いや、さすがに死者ゼロ人は無理でしょうこれ。いや早すぎるってば、まあ中傷ぐらいじゃないとこういうのはせっかく愛着湧いてきたのにさ、もうやだ。まだまだ協力しよう。倒そう。おら、よし、いやしかしめちゃくちゃ面白い。ここは通れねえな。ああ他の道を探すぞ。あれこれ壊せんの、あ、違うか。なんか変に、強調表示されてる気がした。ドギはあ、誰か助けてくれ。あれ見なかった。一体何が起きてるんだ。オッケー、こっち行ける。あ、やべ。うわー、面白い。爽快。あ、行けないんだ。司令所見に行く。はい。あ、あれ、あ、無事？ここもか。横燃えてるけど。クンナルは引き上げたはずだが、見張りもいねえのか。住民たちも見かけなかったの。あ、みんな避難してるのかも。さっきまで悲鳴が聞こえてたが、どこに行っちまったんだ。おお。グリーガーもうろついているし、襲撃にしては妙なことが多すぎる。確かに。グレンのやつもこの辺にはいねえし、他も調べてみるか。え、どういうことだ。なんか音が飛んでました、すいません。グレン、どこだ、返事しろ。くそ、なんで誰もいねえんだ。なんだろう、どういうことだろう。これでまだ 上はいけるってことだよね。あ、もったいね。これ時間で回、あ、時間で回復するじゃん。そこだ、
アドビの熟練度も上げたいから。こっちは、うーわー、入れない。クリニック入れない。そこだ、捕らえた。あー、お前一人で、こいつら、お前一人で行っちゃうかな。はい、任せろ。はい、無茶するな。すまん、俺は。あら、何をしているの。誰、占い師の人。あ、違うか。またなんか、いや、なんか色物出てきた。何これ、誰。女、こいつが燃やしたんか。おい、あんた危ないぞ。いや、どう見たって魔物顔でしょ、あんた。これグレン君よ、なんか背中、何あれ。まだ人間が残っているじゃない。でも外れ、この子たちも違うみたいね。住人たちをどこにやった。ちょっと聞きたくない。いや、仕業は、これはもう確定でってあるから。住人たちをどこにやった。今回の敵かな。外れももちろん有効活用させてもらうわよ。ゾンビにさせられたりして。私、無駄なことが嫌いなの。だってイライラしちゃうもの。うわぁ、なんか頭の髪飾りがなんかダーナちゃんっぽい。さっきから何を。そっちの赤毛の坊やは住人どもと違って面白そうね。でも外れは外れ、せめて私の役に立ちなさい。人を指さすな。おいお、お前普通じゃねえな。傷治るんちゃう。お前もか。いや、こいつも不死。おい、あれはまさか人型のクリーガー。ああ、そういうことか。え、最強じゃん。仕方なんて言ったのか。まあ、これだよ、これだな。聞いたこともねえし、見るのも初めてだ。あなたたち、生きがよくてイライラしちゃう。実は同じノーマンでしたとかない。まずは少し痛めつけて、おとなしくさせてあげましょう。黒人の失楽園、その失楽園っていうのがすごい気になってんだよね。うわ、来るぞ。お、おお、いいね、 BGM。 うーわ、待って。おお、待って、まずはザコ、まずはザコやらなきゃ。協力しよう。待って、まずはザコやって。痛い。行こう、たまって、よいしょ。おお、いいよ。ちょ、危ない。ちょっとジャストガードしたい。はい、いいよ。ちょ、いいや。捉えた。毒？あ、毒だ。待って、まだあれ、ゲージを回復したよ。そこだ。はい、オッケー。どんなところかしら。ガードして。あ、ガード強いな。もっと有効入れて、有効活用する。あ、痛い。危ねえ、死んだ。あ、SP は危ない。おあ、強制あるか、イベントセットか。くそ、この女。二人とも大丈夫か。毒つかか、ベノム系か。俺が飛び出しちまったせいで。そうだよ。で、治っちゃうと。これは、あー、そうか、こっちマナだもんね。
傷が治らない。ざまみろ。あなたたち、まさかあの男が言っていた。え、おお。それも治らねえぞ。私の美しい顔に傷がとかそういうこと言いそうな。そんな、たかだか人間の分際でこのヨルズの顔に傷を言うんかい。ヨルズって名前なんだ。え、待って、あいつのなんかあの太刀超かっこよくね。大太刀パップ、イライラする。わあ、お前生きづらそう。なんか無駄なことにもなんかイライラするって言ってるし。小娘、異性ばかりの小動物風情が。お前たち出ておいで。体はいいけど顔はダメなんだ。自分の顔に なんか知らねえやつ来た。絶対的な自信があるのか、自分の顔に。なんだこいつら、すごいな今回のモンスターの造形。なんて言えばいいんだこういうのって。全員クリーガーか、こういう系って。小娘の顔をズタズタに引き裂いて恥ずかしめ、肉塊にしておやりなさい。もう余力が。どうする、誰かの助け来ないと。アドル、いつもん、あーそういう感じ。え、あ、タイトル画面のところ。え、何、どこ、どういうこと。まさかここが失楽園だったり。え、あ、いや、まあ、まあ、カージャの方とかね。うん。え、まさか探索入ったり。カージャの返事はない。グレンの姿も見えず、周りに人の気配は感じられない。ええー、何、どういうことですか。え、戻れる。え、何？いや、待って、広いよ。グラップルするポイントもうなんかめっちゃある。これは何？これ何のマーク？ん？これ何のマークだろう。はっ、何、せ、どこだ？とりあえず精神世界的な。え、どっち行こう。あ、普通に魔物も出んの。何これ、どうしよう。待って、行き止まりから行きたいから、こっちから行ける。無理か。え、なんだろう、たびたびこういう場所をなんか行き来したりとかするのかな。とりあえず今回の敵勢力があいつらってこと？あいつ単体じゃないよね、絶対ね。なんか小物っぽかったし、普通に。え、あ、待って、え、白いピッカードがいる。え、これどうすればいいの？なんか、あ、ごめん。あ、でも触れない。え、なんで白いの君。かわいいんだけど。あ、かわいい。あ、かわいい。ウリ坊だよね、ウリ坊。ね、イース1とか2の頃はハムスターみたいな感じだったのに、なんかストーリー進んだら、なんかウリ坊っぽくなったよね。ヘチマっぽくなったよね。そこだ。なんだろう、今の。なんで白いんだろう。これは？ん？あ、こっちはいけないよね。お、よっ。え、むずくない？あとコツがあるのかな？ん？ああ、なるほどね。もう一個。はい。
なんかすごい補正効いてて行きやすい。行くぞ。そこだ。捕らえた。そこだ。よしよし。他にも技覚えてくんないかな。よいしょ。で、あとは？マッポ。もマッポマッポマッポ。あれ？あれ、掴めない。あ、こっちからってこと？あ、そういうことね。行くぞ。オッケー。これは落ち入れちゃうか。捕らえた。そこだ。はい。お、宝箱あるじゃん。はい。え？え、なにこれ？剣がいつ？え？行くぞ。あー、そういうことか。あ、イース9にもあったようなやつか。なるほどね。はい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 。で、これ何？ブレスウォーター。あ、復活薬か。二人にもの霊魂使うと復活。どういうことだ？え、全滅しても平気ってこと？え？命の霊薬みたいな感じ？え、だから、それって結構なんか、高いもんなんじゃないの？どこだい？イース2とかでなんか6万とかで買えたあれじゃないの？だい？まさかの探索パートになった。これは？隠されし者を見出すべし。か。これは何だろうか？今は放っとくしかなさそうだ。このメンタルをまず。捕らえた。そこだ。はい。あれ。はい。よいしょ。オッケーかな？あ、この辺りなら休めそうだ。おう。なんかヤギっぽいのがいる。何もアクション動物にできないんだよね。あー、またいるわ、ピッカード。え、なんで白いんだろう。これ入れる？入れた。小屋？はてな。え、なに？この精神世界に住んでる住人とかいるわけ？これ。なんかない。まあ、基本的にファルコムのゲームって、東京ザナドゥにしろ、奇跡にしろ、他人の部屋のなんか戸棚とか開けてアイテム持てたりしないからね。お、どっかの壺バレ主人公とは違うな。パリーンつって。あれはあれでクソ面白いんだけど。誰もいなかったね。あ、いたいたいた。待って、一回セーブしよう。あ、待って、こっちとか全部回ってからの方がいいかな。待って、一旦セーブだけしておいて。はい。君は？まあ、リアル。あの木とかも気になるな。導きの大樹。あー、これ草。あれかな、泳げるような多分冒険具がそのうち手に入る感じかな、あれ。ここは一見ないと。どこだ？予想するに多分一回この世界出て、で、また入り込むときに行けるところ増えてるとか、そういう系かな。
え、なんだろうこれ。これ以上いけないわ。こっちもいけないから、うん、しとけ。じゃあもうあの人のとこ行くしかないな。はい、じゃあ行きましょう。あ、もう復活してる。取りこぼしないよね。うん。ん？こっちは、あ。あー、ダメか。あーすいません。そこだ！はい！はい！よし。こういう時にも、スキル使用率を上げていく。はい、じゃあ。一人の老人が畑を耕している。あ、なんかどっかで見たことあるな、こういう見た目。あなたはの方がいいかな。あなたは。ん？そういう君は。で、千葉茂さん？この島に人が訪れるなど、ずいぶん久しぶりなことじゃ。うわ、豪華声優さん。いや、訪れる者はいるが、それに気づいておらんと言うべきか。おう。え、というところ絶対これ異世界とかじゃない？なるほど。君はアドル君というのか。うわ、めっちゃ魔法使いそうな感じ。ここは、情景の島。情景の島。わしはもうずっとこの島に一人で暮らしておる。どうしてこの島にしようか。わしはここで何かを待っていたはずじゃ。はずってのはどういうこと？忘れてるとか？しかし待ち続ける間に自分の名も何を待っていたかも忘れてしまった。それでもわしにできるのは待つことだけじゃ。あ、どうやら君には戻るべき場所があるようじゃの。さあ頑張っておいで。あ、すごい優しそうな顔してる。いいね。マジかよ。アドル、何ぼやっとしてやがる。時間は止まってたっぽい。お、でも結局誰も解決してなくね。いやマジか。行き来すんのか、ああいうの。二人のマナにいつの間にか新たな力が宿ってるのを感じる。はあ。リベンジゲージ、どういてんの。ちょっと考えることが多すぎる。それはちょっと待って、リベンジ ×2.0 って書いてある。スキルダメージアップ。バフか。大食いたち、やっておしまい。あと、食べなきゃいけないんだよね。マックス。これでいいの？これでも出てる感じ？単純に火力上がっただけ？ってことでいいの？あぶ。もう全然倒しちゃうか。今の力は一体？なんかカットインの超飛かなんか出るかと思った。アドルは不思議な場所で誰かに会っていた気がする。覚えてないんだ。しかし頭の中に霞がかかったように思い出すことができない。霧だけ霞でない。とにかく今なら包囲網を突破できそうだ。あの女どうすんの。行くぞ。おお。あ、行っちゃうんだ。許さない、許さない、許さない、許さない。わあ、こいつ後でなんか死んじゃいそうな気がする。こうなったら意地
でけーの来たあ、結構手足を1、2本もいでも構わない、俺好みっていうか、なんかずっとさ、あの何あの鎖ゲーミングチェーンみたいな感じの、あのガキどもをとっ捕まえて私の前に引きずり出しなさい。あれで操ってるとかそういうことなんかな。てんてんてん、維持、ちょっとエジプシャンな感じするいや待って、町の人たちどうなったんだって。ひとまず旧造船所に身を隠すぞ。そこから一旦町の外へ。ローザたちも待ってるしな。はい、ボス戦だね。なんだあのバカでかいのは。よし、あれもグリーガーなのか。アドル、旧造船所へ向かうならこっちが近道だぜ。なんだ、光と闇の話なのかこれ。あれ戦って、あ、え？マジ？アドル、グレンも急げ。おお、こんなモードもあんのかよ。塞がっちまってる。え？突破するぞ。あ。え？あ。わお。なんなんだよあのデカ物。あ、やべやべ、ビデオのボタン、ビデオ。死にたくなきゃとにかく。いやー。どうだ。よいしょ。待って待って待って、近い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 。今度は倒るかよ。おわ、ドンキーコング。とっさにドンキーコング出ちゃった。俺すぐ別のもんで例えちゃうからよ。うわーい。やーべえ、もう修復不可能じゃないこの街。おお。えかーじゃ。おお。いやー楽しいけど。道が。マナストリングだ。あ、ナイス。あれ来てる？来てちゃんとカーテン来てる？え大丈夫？あーミスったかもしんね。あ。あいや労働良くないね。待って、死亡回数ゼロで行きたい。どうしよう、どうしよう。まあいいか、リトライでいいか。はい。ほらほら。捉えた、違う。あ、これで移動できんじゃん。マナストリングだ。おっ。後ろ持って暇なかった。ほっカージャ置いてってのは大丈夫。おお、なかなか俊敏、なかなか俊敏なやつだ。おっ、おお、たまった、たまって、いいよよし。いやー、カウンター取りたい。おら、もうこれ常にカウンターでいいんちゃうか、これ常にカウンター狙ってればいいんじゃないこれ。あ、レベル上がった音聞こえて、今聞こえて、聞こえた。おお、え、ここを下れば確実なんすかこれ。一気に降りるぞ。待って待って待って、え、倒れてきた。何やってんのお前、まさかのサーフィン。おお、いろんなことを試、お、あ、帰ってきた。いろんなことをなんか試すね、ファルコムさん。はい、ここにも奴らが。いや待って待って、住民たちどうなったのよ。みんなどこ行っちまったんだ。いや今のサーフィンちょっと面白かった。はい。おい、どうだった。喋れんの。もう誰もいないみたいだな。
待って、なんか活用かなんたらかんたらって言ってたし、ひょっとして住民たちこうなっちゃったとか、その可能性ある？おい、あいつら普通に喋るのかよ。人型グリーガー、思った以上に厄介な相手かも。単純に人型グリーガーだだけか。隠れていたのはさっきのガキどもだけか。あれ、そのガキたちはどこ行った？あれあれ、うん、連れて行ったぜ。人間は全てヨルズ様に献上だ。いや、捕まったの？みんながあいつらに。いやでもあいつがいれば、あの紫髪がいればなんか打開しそうな気ですけど。もう落ち着くんだかな。落ち着くってなんだよ。落ち着けるわけねえだろ。こうなったら俺一人だけでも。あ、お前に何ができる？羨ましい。くっそ。むしろ状況を悪化させるだけだ。相当威力あんのかなあれ。いや来たな。倒せないのこいつ。どうすんの？逃げ場を完全に失ったな。おんぶになってる。何するつもり？もう奴の相手をする力は残ってねえ。私の手を切り落とすから、お前だけでも。何バカなこと言ってんのよ。まさか、まさか母ちゃんも一緒に行くぞ。あの船を使うつもりか？まさか。随分とおんぼろみてえだが。待って、でもこう、しかねえか。待って、でもこんな、こんな感じで村捨てるってことじゃないけど、出ちゃうのここ？マジかよ。あ、今のはね、今アドルの足ちょっと面白かった。ドゲとフレアはどうしただろうか。そうだよ、それだよ。心配だが、今はひとまずこの場から逃れるしかなさそうだ。いや、さすがに死にはしないと思う。まあ、ドゲ死んじゃったら、まあ、後の作品にいないってなっちゃうからね。ドゲは生きてるのまず確定として。うわ、出航した、マジか。うわ、マジ。なんとか海に出たな。とにかくバルタ水軍と合流するぞ。どうすんの？それしかなさそうだ。そう、まあこれでいいかな。あれだけの異変だ。灯台に明かりも灯ってないし、そろそろ水軍も気づいてるはずだ。いや、焼き打ちはちょっと。クリムソンもこんな時に限って留守なんて。いや、逆にそれを狙われたんちゃうの？ああ疲れたまった？さすがにしんどいな。アドル君に変わったり、変わる？沈没するよ。交代できればいいんだけど。いや、まあ、気遣ってあげるか。見ての通りだ。おい、今から最低限の操船方法をお前に教える。きたー、やっぱか。そうだよね。なんかね、あったもん、スクショでアドルが握ってるのあったもん。やっぱ運転できたか。なんかイベントかと思ったけど。教えるってことはプレイヤーが動かすってことでしょ？マジか。普通に動かすのが。私はちょっと休むから、家事を代わってくれねえか。はい。意外と様になってるな。そうだ、これも渡しとく。何？オベリア湾の地図。マップだ、全体マップだ。オベリア湾と各島の様々な情報。はぁ、やべえ、くそ面白い。くそ面白い。もう、やだ。はい、隠しください。コール外れるなよ。待って待って、はい。うわぁ、すげえ！すげえ！おぉあー、待って待って。あー、もう燃えてる。待って、風に乗るって。待って、どうすればいいの？